村人の前行くか。あれ？え？いや、なんでもない。どうした？なんだ？あれ？あれ？あれ？どうした？気のせいか。お前、偽物だな！俺本物に決まったな。名前見ろなんかチェスト開いて変な感じだったけど、強すぎて即死したし俺も。いや、さっぱりしたわ、さっぱり。え、いや、さっぱりしたさっぱりどころじゃない。え、それお前あんま全部抜いたらどうなるの、それさっぱりしょうの。さっぱりした。やべえ、なんで入れ墨になっとれねかも。 TK の G がなんでお前手首と足首だけなんか残ってんの。なんか残ってたってなんか輪っかみたいな残ってんだ。なんか TM レボリューションの黒い部分が少ない TM レボリューションなり損ない。ということでね、最近読んで面白かった漫画は、新月誕月姫です。さからです。最近読んだ本なんもないから、最近見た面白かったアニメはスライムのテンスラです。 TKR。 最近読んで面白かったのは墨濁りです。スミリム読んだのお前。読んだよ。え、新刊まで読んだ？いや、あ、でも大体わかるよ。とんでもないところになったのはわかる。俺あのお兄ちゃんの格好してるから、いつも俺。グロってかやば。TK さんもすぐね、スミニゴリ読んでくださいということで。スミニゴリ。やっていきましょう。あのアットホームのね、癒し系の家族話なんだよね。ああ、なるほどな。読まなあかんな。というわけで。今回ですね、ちょっとあのボタニアのクソムズいやつやろうかなって思ったんだけど、ちょっとクソムズいから、その前にあの前回テラシール作ったじゃん。おう、だからテラシールができたから、テラブレードの刀のやついこうかなって思ったんだけど、皆さん進捗の方でテラブレードのねレシピ確認してもらえますか。ネザスターいります。なるほど。本当だったか。なんでどうするか、クソムズボタニア先行くか、クソムズボタニア沼らんかそれ。いやね、じゃあ一応ね、頭には入ってるやり方、ただね素材をね、あの枯れ木がちょっと必要で、あとあれだ、テラシールでまだやることあるわ。そういえばマナパールってあるっけ。マナパールがねえか。あー、ちょっとじゃあ行きますかね。ザ軽く行け、行きましょうね。引け、服着ろよお前、みすぼらしいもん映すな。どっちだ。お前に決まったやろ。俺か。出ません。はい、出まてん。いた、だ、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、わー、いた、後ろにいたか。危ねえ。おい、本物になろうとするなよ。俺も、あ、やばい、あ、やばい、やばい、お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 、あぶれ、あぶれ。いや、あー、テレポ使っちゃったか。そういうことするんやな。危ねえ。寸前だった。あ、うまい。あ、大丈夫か、大丈夫か。うまい、分身殺しちゃった。ちょっとやっといて、これマナプール増やすわ。ダメだ、これ遅すぎる。OK。どこだった？ペシン、迷子？ネザー要塞からどこだったっけな、足場。ゲート入るわ。ゲート入るわ。いいよ。危な。危な。信用してはいないけど危な。村人の名前なんで KC の名前のやつおんねん。え、嘘、敏感、敏感、敏感やったんかこれ。いや、こいつなんかロックも外れる。やべ、切れてる。もうやるしかねえ。一応村人の名前のやつ報告書でよかった。あ、なんか名前 KC のやつおるなとしか思ってなかったわ。まあこんなもんか、ちょっと弱いかでしょ。ちょっと弱いな。やべ、警察来た。税金払ってないのバレた、もしかして手伝って。やべえ、バレた。
一方的にメット出しにされとる。あれ許された。おついに。よしよしよし、もう大丈夫かな。あとあれか、ケイシー帰ってくるの待つだけか。ケイシー頼むぞ。頭3つ持って帰ってくるの待つだけか。あとケイシーが、ちょ分かんないから立ててみよう。これでリビングウッドが並べ方もあるか。それあるっぽい。これでなんだ、だる。何がいんの。いや、マナプールがいるみたい。ああ、これまさか、これは今から貯めるのか。で、このゲートに貯めるってこと。いや、わからん。この上に、まあ、KC が帰ってきたらまた説明するけど、このわけわからんのを置いて一旦帰ってそっち見る。それうん。またそれがプールにつなげやんなあかんのか。つなげるけど両サイドなんだよな。ここでもう一個、もう一個水がマナの元になるやつがあるから、ちょっとそれを作ってみよう。もう頭がパンクしています。なんだっけ、エンドフレーム。今これ燃料でやってるじゃん。おう。え、これね、あ、これ花一個ずつどうぞ。このね、ハイドロエンゲスっていうこの花は、なんか近くに水源があると、その水源を利用してマナを生成するっていうやつで、なんで、ここにハイドロエンゲスを、え、なんで、おいおいおい、シャレ、急に来た、もう観念するわ、もう、殺せ、受け入れる、よし、消えろ、え、なんで、え、殺した人数分だ。あ、そういうこと。あれ、殺した人数だけ異常やろ、多分。めっちゃ殺したぞ、俺。リスキルされとる。おぉ、出れない。助けて。あ、繋がってるっぽいな。で、ただ、これはさ、すごい手軽じゃん、水って無限だから。おう。だけど、その代わりに、このハイドロエンゲス自体に寿命があって、まあ、耐久値があって、ぶっ壊れちゃう。なるほど。最後にマナが溜まった状態でゲートのね、中央下のやつがなんとかかんとかの核ってやつなんだけど、それを杖でクリックすると起動するみたいな書いてあるね。あ、なるほど。あ、あれ、あ、ゲート行けた、行けた、行けた、あ、行けたんか。あ、戻ろう。あれ、帰りましょう。あ、結構早かなかった。ポチャったから最初から説明しよう。はい。まず、本開いてもらって、エルフ学のところの、アルフヘイムのポータルのところ押してもらって、うん。で、今やろうとしてるのが、なんかエルフの世界っていうのが、実はもう一個ありますと。で、そこにつながるゲートを作ろうとしてて、で、まず、必要なのが、リビングウッドブロック。なんだっけ、なんとかデイジーみたいなやつで変化させた木。はい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 。がいるのと、もう一つ光り輝くリビングウッドブロックっていうのがいるんだけど、これはリビングウッドブロックとグローストーンダストを合わせたやつが必要。これが3個で、もう一個エルブンゲートの核っていうやつがいるんだけど、これは次のページで、次のページにこのテラスシールのナゲット3個とリビングウッド6個を組み合わせたやつがエルブンゲートの核ってやつで、で、もう一個ナツーラの支柱ってやつがいるんだけど、それはマナの支柱ってやつとテラスシーロのナゲットと愛を合わせたやつで、マナの支柱自体は、金と、テラスシールとなんかで作るみたいな、まあ、結構簡単。おー。だから重要になってくるのはこのこれかナゲット化したテラスシールで、その今言ったアイテムをなんか決められた並びにしてやると、ゲートの形ができるんだけど、そのゲートの左右にこの今ちょっともうこちゃって見えないけど、マナプールを2つと、で、さっきのなんとかかんとかの支柱を上に置いて、で、そこの下のマナプールにマナを貯めて、で、この状態で杖持ってる？誰か。持ってる。で、この杖で真ん中の、これが核なんだけど、これ右クリックしてみて。はい。おこれで起動するんだけど、多分マナの供給が遅すぎて、
なんか多分今切れてんのかな。あ、消えるんか。あ、でただね、これがね、起動してる間にこっちのアイテムを投げ込むと向こうからアイテム返してくれるらしいのよ。え、どういうことや。いや、誰か本持ってる？本持っとる。じゃあ俺が起動するから本投げて。オッケー。本変わるらしい。いくよ。3、2、1。投げた。ダメかこれ。あかんのか。通り過ぎてたな。くそ、待つか。あー、じゃあまたケージあっち行って。頭またな。出ねえなー。あ、出てた。来ました。おー、来た。ナイス。帰りましょう。ウィザー倒すか。とかウィザーなんか刀落とすんやったっけ。あー、3ゲー。3ゲーの作り方が違うからな。ちょっと俺がさ、この石集めてたこの穴ちょっと広げて。あー、いいな。セット。はい。じゃあ爆発があるから。あ、そっか。来た来た。いけー。おお、はい。よえ。両方は。よ、あとは取れてる。オッケーオッケー。ザ、え、ザ、ザ。ザ。ザ。怖いな。え？この程度か。5秒ぐらいやったな。うん。おーい。なんだ。あぶね、あぶね。やばいやばい。やばい、めっちゃと。あぶね。まだやってたんかしたもう経験値がねえよ。経験値使うからな、これ。なんだあいつ。うるせえ。サスケやってやがった。ゲート機を。また行った。村に行った。行って。これが本物の。行け！行け！やば。ワープした。やばすぎ。結局それが一番強いよ、ワープして。即死コンボ。あ、両方ともワンゲージ溜まってる。お、いいね。お、頼む。お、お、切れない。本、本ある、本、本ある、本ある。投げて。おお、来た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 。何これ。変わった？俺本どこやったかな。なんかそれで、それこれ投げ入れないと手に入らん素材があるから。あー、俺本みたいに。それに確かその木の無限のやつ。バッ。間違えた間違えた間違えた。じゃあしゃあないしゃあない。間違えた。偽物がおったからさ。ほんとやば。おい、うつろとすなよ。本開いてんだ体を。あ、なんとかかんとかのメッセージってやつ読もうぜ。これエルヴァンガルドからのメッセージ。エルヴァンガルド。ケイジ大丈夫？あったあったあった。こんにちは。我々は古いポータルフレームの一つが自然に別の世界へとリンクしたのを発見し、同時にこの本を見つけました。それは我々にとって非常に衝撃的なことでした。エルヴァンガルドの代表としてあなたの世界にまつわる多くの知識をご提供いただきたいことに心から感謝します。我々が去ってしばらく経ちますが順調のようで何よりです。エルヴァンガルド最高評議会で議論を重ねた結果、我々はあなたと協力することが決定しました。あなたのボタニア植物展には我々が手に入れたいと願うようなあなたの世界にある資源が記載されていました。それらの資源は我々の世界には存在しないものです。ご存知かと思いますが、残念ながらあなたが確立したこのリングは生物を転送するには弱すぎます。これは領域間の距離のせいであるかと思われます。我々は取引相手のに直接会ってみたかったのでとても残念です。しかしながらこれにはいい面もあり、このリンクは双方の世界の時間を同期しないようなので、あなたに辞典をとても早くお返してきました。我々はマナやその他の魔法的エネルギーを十分に蓄えているので、こちら側のポータルが閉じる心配はありません。率直に言って、私たち双方の文明の進歩のため、我々はあなたの世界で不足している資源を提供し、代わりに我々の世界で不足している資源をあなたに提供してもらうという交易契約を提案したいのです。我々は我々の世界から提供できる知識をあなたの辞典に書き写すため最高の書記を任命しました。我々はあなたがそれを見て、
啓発されその知識が我々の資源に価値を見出し交易ができるよう願います。万が一交易を約束していないものをお送りいただいた場合はあなたからの贈り物とみなし我々で保管させていただきます。あらかじめご了承ください。改めて感謝を申し上げるとともに資源の交易を楽しみにしています。今後ともよろしくお願いいたします。エルヴァンガルド最高評議会。はい、そういうことで、まあ物々交換ができると。人間は転送できやんやな。そう、これ面白いでしょ。なんか設定がちゃんとある、うん、これでね、なんだっけな、とりあえず欲しいのがね、あ、ピクシーダストだ。え、びっくりした。パン投げたら爆発したね。実績がある。本当だ、だからパンを焼いたんだ。あれじゃない、だからさっきのこの本の内容からするに、なんかよくわからんものだった場合は贈り物と見出して返しませんよってこと。はいはい、はい、じゃない。これマナパール入れるよ。おお、あのパールをマナに浸したやつね。おお、紫のやつ。なんだこれ。これはね、ピクシーダストってやつ。一個ちょうだい。これでなんかね、いろいろ作れるんですけども大変ですね。ダイヤモンドも交易するとドラゴンストーンってやつもできるのか。交易したらマナプール減るとかあるかな。こんぐらいでしょ。入れるよ一個。おお、あ、来た。あ、来た。どうぞ。減っとるそれ。減ってないな。多分つながったら OK だなこれ。あ、ネザークオーツも変わるぞ。あ、マジ。多分全部使うわこれ。なんだこれ。何やこれ。バンナ。リビングウッドもちょっと入れてみる、ここの。あ、うん。あ、お、来た。ドリームウッドになった。リビングウッドが。これから枝作ってその派生でなんか杖作れるな。だから杖作ってみたいよな、うん、マナタブレットを持っとくとさ、なんか持ち物の表示がちょっと変わるのがあるから、もしかしたら MP 的な感じになるのかな。ドラゴンのさ、ドラゴンストーン素材、あ、なんかいろいろ言うけど、ラピュタの破片ってあるよ。この辺ラピュタあんの、これラピュタ。ピュータ。ラピュタある。ラピュタの破片。あ、暗がりのメサ、これか。これ作ってみるわ。おお、お願いします。え、暗がりだから明るくなるのかな。なんか撃てる。いや、あのさ、え、ちょっと待って、ちょ、マナタブレット持ってみて、これなんもなんもないか。え、なんか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 、え、なんか吸い寄せられた。これ、あれじゃない。 あ、なんか、ケーシーピカピカ光ったの、なんだこれ。そう、あ、タブレット消費してない。あ、してるしてる。やっぱそれ、タブレットがもう電池みたいなもんなんだ。なんで、裸になる必要があった。え、でも重力で取れちゃった。なんか、もうよくわからん。あ、やっぱ、あ、ゲージ出るじゃん、やっぱり。なんか、ちょっと、あ、そういうこと。さよならだ。これ、消し、あの、右クリックで、そういうことか。長押しで浮かせて、左クリックで放出だわ。はっはー。あー、すげえ。すげえ、それ。フォースだ。おお。いいね、刀。危な、それブロックとか無理か。あ、ね、固定されとるからさすがに無理か。リンゴとか。おーおお、それ上向けて、こうただ落とすだけになってしまうな。ただこれあれじゃない、物運べるんじゃない、要はそれで。なるほど。あのさ、ちょ、今投げんで死ぬからやめろ。死ぬ死ぬ死ぬ持って帰る。これで、KC がさ、結構前に作ったこれあるじゃん、この人型。はいはい、はい、だからこいつなんかね、杖持たせて使わせることができなって。確かなんとかかんとかのかんとか。え、大丈夫それ、犯罪ならん、犯罪ならんだね。おお、ノーダメ。あ、え、あ、なんで犯罪なのそれ。犯罪だ。犯罪なん。ようやく。ちょ、待って、え、スケルトの矢キャッチできねえけど。え、こっち見て、いくぞ。おう、3、2、1。無理に決まったやろ、それキャッチできへん。しろしろしろ、頑張れ頑張れ頑張れ、レベルがねえ。危ななんだ。おい、通ろうとすな。俺認められなかった。生き物なんだな、ちゃんと。はい、どうもこんにちは、さかなです。またクリエイトのおさらい会でございます。今回は、前回のパート6、5か6で手に入れた、ブレイズバーン。